越後長沢駅や都籍越後長沢駅は、かつて、新潟県南神原郡下田村に存在した、日本国有鉄道や飛行の駅である、同線の終着駅であった。単式ホーム一面一線と複数の側線を持つ、地上駅。越後鉄道時代からの木造平屋建ての駅舎であった。1981年度の1日平均乗車人員は390人で、ある。 周辺は三条市下田地区の中心地である小木堀の集落となっており、旧駅舎はその北西側の端に位置していた。下田地区内の廃線後の起動時期は、駅舎跡南側までの間が、国道289号のバイパス道路の整備に当てられ、駅舎跡には、越後交通のバス待合所とバス車庫が設けられた。なお廃線に際して、バス停留所は、長沢駅前から、 長沢駅跡に解消され、現在に至るまでこの名称を使用している。また、下田交番横には、八彦線越後長沢駅跡の石碑が混流されている。越後交通では、以前、長沢駅、後バス停を、下田地区内各路線の結節点としていたが、地区内の路線は2011年3月末までに、大部分が廃止の上で三上市運営の、 デマンド交通に転換されるなどしており、2015年12月現在、越後交通が下田地区で運行している路線は、東三条駅から長沢駅跡を経由して南東部の森町方面に、至る、ヤギが美温泉線の1路線のみとなっている。ありがとうございます。